憲法問題対策本部長代行山岸亮太さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました日本弁護士連合会憲法問題対策本部本部長代行の山岸です。今とっても私は心配しています。国会で憲法学者が、それも与党が呼んだ憲法学者も含めて違憲だ、はっきり明言した法律が国会で強行に採決されようとしています。法の支配、基本的人権、立憲主義、私は弁護士です。弁護士法1条は基本的人権を擁護し社会正義を実現する、これを弁護士の使命としています。法律家としてこのような形で憲法がないがしろにされる、それを目の当たりに見るようなことがあって私はとっても心配しています。この国は本当にどうなってしまうのか。日本は70年前大変な戦争をして国内で300万近い死傷者、またアジアで2000万人近い死傷者が出ました。それは軍事力に頼って資源を確保したり国益を確保する、そういう誤った政策によったわけです。そういうことは二度としない、平和憲法でそう誓ったわけです。世界にはいろんな歴史があります。立憲主義の歴史があります。イギリスにはマグナカルタがあります。フランスにはフランス革命と人権宣言があります。アメリカには独立宣言とアメリカの憲法があります。そして日本には世界に先駆けて全ての戦争を放棄するという日本国憲法があります。この憲法がありながら、なんで歴代内閣も憲法上絶対にできない、違憲になってしまう、そう言っていた集団的自衛権の行使が政府の解釈変更で憲法を法律で変えるというような、天と地が逆さまになるようなことが強行に行われようとしている、この国の将来は一体どうなるんでしょうか。弁護士会では全国52の単位会で、全ての単位会で閣議決定によって集団的自衛権の行使容認を認めることは憲法に違反する、立憲主義に違反する、反対して撤回する、それから今年の総会でも安保法制に対して廃案を求める、反対する、こういう宣言をしています。戦争は最大の人権侵害です。国が戦争を認める、集団的自衛権を認めて隣の家や町ではなく世界の裏側に行って戦争するようなことがあっては人権が守られるわけはありません。弁護士会では力を挙げてここに結集している市民の皆さん、共にこの法律が、憲法違反の法律が国会で通ることのないように廃案になるように全力を尽くして頑張るつもりです。お集まりの皆さん、耳を澄ますとここにお集まりの方だけではなくて、この会場の周りは大きな市民の怒りの声に包まれています。国会の中ではいざ知らず、世論調査を見ても国民の大多数はこの法案がわからない、審議をすればするほどわからない、今国会で採決するなんかとんでもない、憲法違反だという人の方がそうでないと考える人よりも倍もいる、こういう状態での強行採決は絶対に許されないと思います。まだ衆議院を仮に強行採決されたとしても、それで法律が成立するわけではありません。集まった皆さんの力で我々弁護士会も力を尽くしてこの法律を廃案